プログラミングの特訓のために通いました。情報大学の経営系の学科に通っており、プログラミングを専門的に習いませんでした。社長の講演会を情報大で聞いて、江別にプログラミングの勉強ができる場所があることを知り、実際安く受講できたので、受講しました。プログラミングを素早くできるようになりました。ググリ力や社会人基礎力も上がったと思います。卒業後にプログラミングを学ぶときもすぐ覚えられますし、 IT の知識についてもきっちり教えてもらえるので、情報を専門的に学んでいない人ほどおすすめだと思います。プログラミングに対する苦手意識がなくなりました。大学院での研究のためにプログラミングを勉強するのもある程度問題なくできるようになりました。同期の方々が年上でよくしてくれたので、人と関わることが楽しくなりました。自信を持って IT 企業狙いで就職活動を行えるようになりました。実績としてもアピールできますし、ある程度プログラミングができるので自信を持って IT 企業という選択肢を選べたのだと思います。エンジニアを担当する予定です。 Python の教科書を買って基礎からがっちり固めようと努力しております。ある程度プログラミング力がついているので効率的に勉強できております。プログラミングを覚えるのに200時間以上かかると言われています。砂箱で勉強すればそれだけで200時間以上になりますし、 SNS で砂箱の仲間が頑張っている姿を見て刺激がもらえます。非常に格安で申し込みやすいです。ぜひ砂箱に来てみてください。